帰りのところで止まるかな。よいしょ。まあまあね、普段お仕事でね、もういろんな格好になってるわけですから、はい、じゃあ水着ちょっと選んでもらいましょう。どれでも結構ですよ。はい、水着を選んだらこちらに来てください。今日は50秒ですか。はい、はい、お二人には50秒の時間を与えますんで、この中で着替えてもらいます。あ、靴も中に入ってからです。はい、はい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 、入って入って入って、はいはい、ダメダメ。はい、行きましょう。50秒間、はい、よーい。さあ、もう最近はね、甘やかするとね、何にも面白みがありませんから。いいですね、乱暴な靴の言い方が。いい勢いです。後ろの方からなぜかため息が漏れてるのがいいですね。さあ、どんどん時間は過ぎていきます。急いでくださいよ。あ、30秒過ぎました。さあ、もう残り時間30秒過ぎてます。おお。おお。なんか時々会場がざわめくのが嬉しいですね。さあ、もう20秒切ってますよ。急がないと。あんた、ちょっと大変よ大変。うわ、先が、先がこんなところで。おい、大丈夫？危ない危ない、隠して隠して。3秒2秒1秒。あ、やめろ。おい、な、うわ、大変だ。それじゃあですね、一応この前に、この上に乗ってください。そして、申し訳ありませんが、これ上着だけは取りましょう。濡れちゃうからね。あ、あなた、下着は隠していただきましょう。さあ、これで回転です。どうぞ。だるま足タイム。いや、これはもうしょうがないです。あらまあ、大変なことになっちゃいましたね、これ。わあ、あなた後ろ何も。はい、お疲れ様です。バスタオルでなんとか隠していただいて。それでお前は何やってんだここで。女の子の下着を拾いに来てどうすんだよ。はい、じゃあこのままこちらへどうぞ。いやー、飯島さん、はい、大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。もうこれはしょうがないですよね。さあ、それでは、一人ずつチャレンジしていただきましょう。暑いって言って思わずバスタオル離すと本当に大変なことになりますからね。行きましょう。よーい。バスタオルはこのままそのままです。はい、これがまた日焼けとお夕焼け違いますからね。かなりきますよ。君、な、なになに、その、フラミンゴみたいな。え、もう終わりなの？暑いよ、これ。じゃあもう一人。はい、行きましょう。よーい。さあ、暑い、暑い、暑い。これはもう暑いの分かってる。でも頑張って、待ちなさいって言ったから。なんか君ら、ちょっと。あんたら二人揃って2秒はないでしょう。超暑い、マジ暑い。ちょっと。じゃあもう一回だけチャンスあげるから、二人一緒に、はい、すぐすぐ、急いで急いで。頑張って。はい、急いで急いで、頑張れ。時間ないよ。さあ、頑張って。よーい、頑張って。せーの、はい、行くよ。入って入って、一緒に入ってあげなきゃ。この子はかわいそう。いや、なんとかしてあげて。ほら、頑張ってんだから。頑張れ。あ、ちゃちゃち。頑張りました。ちょっと時間短かったですね。はい、ただいまネタチャレンジ11秒でした。はい、大丈夫。まあでも考えようによっちゃ ね、別の意味で。でも考えようよ、11秒、楽しませていただきましたんで。大丈夫。これ暑いからバスタオル取りたいのよ。取りたいんだよね。ねえ、もう取ってほしいんだけど取れない状況ですね、これね。さあ、11秒。はい、よろしいですか。それでは参りましょう。コマーシャルタイムスタート。はい、JY クラブ小崎店、JR 青梅線小崎駅前、川越店サンロード沿い、東北店駅前もありますので、コースを1000円で行います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ご苦労様でした。大変でしたね。